こんにちは、マッツーです。今回はこちら、ファーウェイウォッチバズ、はい、こちらをご紹介していきたいと思います。クラファンでね、今年2023年2月から3月にかけてちょっと展開されたんですが、私買いそびれちゃいまして、一般販売を待ってたんですけど、めっちゃいいですね、これね。本当にいいわ。私ね、ファーウェイアイウェアもね、ずっと使い続けて、もう去年の、発売の6月から1年間ぐらい使い続けてきてるんですけど、これもめっちゃいいなって思ってたんですが、この発売されてから2、3週間ぐらい使っているんですけど、めちゃくちゃいいですね。今回ですね、ファーウェイジャパンさんから一回お借りしてたんですけど、もう欲しいと思って、買っちゃっております。はい。というわけで、この、もうほんと手放せないなって思った、このファーウェイウォッチバズをもう手放せないなって思ってしまった理由っていうところをですね、メリット、デメリット含めて、いろいろこの3週間使って感じたところをね、ご紹介していきたいなというふうに思います。では、行ってみましょう。はい、というわけで今回はファーウェイウォッチバズ、こちらをね、3週間ぐらい使ってきていろいろ感じたところっていうところをね、ご紹介していきたいなというふうに思います。実際これまずね、デザインもめちゃくちゃすごいんですよ。デザイン性、この見た目だけじゃなくて機能とかも含めてのデザイン性っていうふうに個人的にはすごく思っていて、このデザイン性の高さがね、すごすぎるなって思うんですよね。見た目としてはね、非常にアーバンな感じ、都会的な感じですよね。他のファーウェイウォッチと比べると、他のファーウェイウォッチって結構スポーツ寄りになってることが多いんですが、はい、このファーウェイウォッチバズはすごいアーバンな都会的な感じにも見て取れて、上品な感じがありますよね。ヘッドのところですね、ケースはステンレススチールを使っております。デザインとしては結構ファーウェイウォッチ GT3 っていうね、GT3 のプロとか SE とはまた違うですね。はい、ファーウェイウォッチ GT3 の方に、見た目は似てるかなと思うんですが、結構この、はい、盛り上がってる感じ、この 3D 感がすごいですよね。このなんかトゥルンとしたこの透明感っていうのが、なかなかこれすごいなって思います。はい、この 3D カーブドガラスなんですが、耐久性にも優れているというところで、この2、3週間使ってますが、全然傷ついてないですね。これ一応フィルム使わずに使ってるんですが、はい、傷全然ついてないっていう形になっております。この 3D の感じ結構ね、ピクセルウォッチにも似てるかなって感じもするんですけど、画面のところはこんな感じですね。画面がね、この反射してるところはだいたい画面で、このエッジのところはね、 3D になっているんですよね。で、そこはですね、一応メモリはついているんですが、ここがですね、この控えめのところがまたいいんですよね。結構ファーウェイウォッチ、こう、スポーティーなものが多いんですけど、個人的にはそこまでアウトドアする人ではないので、これぐらいのこのアーバンな感じっていうのが、なかなかいいなっていう感じがします。ピクセルウォッチはこのメモリがないので、メモリがないとなんかすごいベゼルが太いみたいな印象あるんですが、こいつもね、実際ベゼルはそこそこあるんですよ。ベゼルそこそこあるんだけど、このメモリのおかげで、そんなに目立たないなっていう感じがしてるんですよね。これはなかなかちょうどいいなっていう感じがしますね。大きさとしては結構大きいですね。これがギャラクシーウォッチですね。ギャラクシーウォッチ5 Pro。ギャラクシーウォッチ5 Pro も結構大きめな部類なんですが、これと同じぐらいの大きさになってもいるので、はい、かなり大きめになっているってことはわかるんじゃないかなというふうに思います。そしてですね、常時点灯モードも使えます。はい、もちろん常時点灯モード使えるんですが、これ常時点灯中はこういうデザインなんですね。これウォッチの盤面をね、どれ選ぶかによって変わるんですが、私が今一番使ってるこのモードの場合はこういう風な、結構おしゃれなんですよね。常時点灯でもこんなにおしゃれっていうのがね、なんかもういいっすよね。これだけでもう日常使いしちゃいますよね。スマートウォッチだと気づかないぐらいなんじゃないかなっていう感じが、なかなかたまらないなという感じです。そしてファーウェイウォッチバズ、バズってついてるっていうところもありますが、これですよ。はい、ここのボタンを押すとパカッとこう開くんですよね。ね、ここのボタンをポチッとこう押してあげれば、こういう風にイヤホンが出てきます、ね。よくもこんなところにイヤホン入れてくれたな、めっちゃすごいなって思うんですけど、はい、こういうのがついているということですね。はい、でこれを耳にこうつけることで、はい、
もうこんな感じですよ。そんなにね、イヤホン自体が大きいわけではないので、うん、結構いい感じですよ、うん、いい感じで音が聞けます。はい。しかもこれがですね、左右どっちでもいいんですよ。今左についてるものを L に、あの R にこうつけても全然問題ないですし、まあ、外で使ってる場合にはこっち側のね、こっち側のケースの方にパカって入れた方が、まあ、物理的にはめ込めるので安心かもしれません。で、こっちね、上だったら磁石、下だったらこう物理的にはめ込めるっていう、こう両方をね、ちゃんと考え尽くされてるっていうのがね、これね、パカって開けたら磁石で上についてるんですよ。まるでプロポーズの時に指輪の蓋をパカって開けてこう差し出すみたいな、ああいう風な雰囲気も醸し出すような、このイヤホンが斜めからこう差し出されてくる感じ、すごいっすよね。いやー、これはこの発想、いや、入れるまではわかると思うんですけど、こういう風に仕立て上げるっていう発想がやっぱすごいなっていう風に思います。なんかもう本当にこういうデザイン、この機構っていうところもちゃんとこの考え尽くされているっていうところがね、いや、これなかなかだなって、あのファーウェイ IBA の時もすごい思ったんですけど、ファーウェイウォッチバズも、いや、これはすごいなっていう風に思いましたね。はい。こういうところも含めてやっぱりこのデザイン性の高さ見てね、全部こうすごい考え尽くされてるなっていうところがね、なかなかすごいなっていう風に思いますよね。はい。そしてですね、このファーウェイウォッチバズをもう実際 2,3 週間使ってきてるんですが、こう実際使ってきて手放せないなって思ったこの良さ、他のスマートウォッチと違う使い心地の良さっていうところをね、ご紹介していきたいなというふうに思います。はい。まずはですね、もうイヤホンを使うためにバッグをごそごそ探さなくてよくなる、もう使い心地の良さですね。で、私いつもリュック使ってるんですが、リュックからね、こうイヤホンを、まあ一応私はここにいつも入れるようにしてるんですが、ここイヤホンをね、探して出してね、でさらにこれパカって開いてはめるわけですけど、ここまでの間にこう探す手間もそうだけど、落とすリスクもめちゃくちゃあるんですよ。イヤホン自体もちっちゃいんで、ちっちゃいのをつけるまでにも落とすリスクあるし、でこいつだって落とすリスクあるし、でいろいろこうリスクがある中でですね、ファーウェイウォッチの場合はもうここに入ってるので、ね、ケースは落とす必要ないわけです。ケース落とす必要ないし、パカってこう開けるともう簡単に取り出せる状態になってるので、まあ取り出してからね、取り出してから耳につけるまでに落とすリスクはあるんですけど、まあ、それでもこれだけにして済んでるわけですよ。で、これがめちゃくちゃいいですね。うん。いちいちイヤホンを落とすかもしれないっていうリスク、いろいろなリスクっていうところを回避できて、ここまで一発でいけるっていうのが、これがめちゃくちゃ便利ですよね。うん。っていうのがなかなかいいなというふうに思います。まあ、リスクが一番ないっていうのはね、このファーウェイアイウェアがね、一番リスクないですよね。イヤホンつける必要ないんで、そういう意味での一番こう落とすリスクってなかったりするんで、手間もないんですけど、ファーウェイアイウェアだとね、メガネしてない人はね、これやりづらい、まあ、伊達メガネで使い続けるっていう方法もあるんですけど、そういう意味ではちょっと、ファーウェイアイウェアずっとつけ続けるっていうところもね、人によっては難しいところもあるかもしれないので、そういう意味では、この、ファーウェイウォッチバズっていうね、ここの中にイヤホンが入っているスマートウォッチをつける方がやっぱいいなって思う人もいると思うのね。そして2つ目ですが、イヤホンとスマートウォッチを一度に充電ができる、そしてイヤホンの電池残量も手首で確認ができるというところは結構便利だなっていうふうに思いました。普通スマートウォッチとイヤホンを別々に持ち歩いてると、それぞれに充電をしなきゃいけないっていうのが結構手間なんですよ。特にスマートウォッチの方はまあ結構身につけてるから充電台に置くだけでいいんだけど、イヤホンってカバンから取り出してそれをぐさってこう充電しなきゃいけないっていうね、その手間が結構あるんですよね。イヤホンの方はですね、こいつのバッテリー残量をチェックするっていうので、わざわざスマホの方を見ないといけない。で、スマホもウィジットとかあるものだったらいいんですが、なかったらわざわざアプリを立ち上げてみたりとかね、しないといけないのは結構めんどくさいんですよね。ファーウェイウォッチバズの方、場合だと、イヤホンね、収納してるので、まずね、ここでもう、こう入ってるから、もう入れたら充電ができるんです、イヤホンね。で、スマートウォッチ自体もスマートウォッチで充電すればいいだけなので、要は、二
2つのプロダクトを1つで充電ができる、ダブルで充電ができるっていう、この管理が、ね、非常に簡単だというところもあります。あとはですね、こいつですね、ちゃんと充電の残量もね、両方ね、一つのパネルで確認ができるわけですよ。スマートウォッチのバッテリー残量と、あとイヤホンのバッテリー残量、両方確認ができます。このヘッド以外でもですね、他のやつでもこういう風に確認ができるようなものもありますし、なんかイヤホンが確認できないようなこの盤面にした場合でもね、上から簡単に振ってフリックするだけでね、イヤホンと、このスマートウォッチ両方こうバッテリー残量確認できるわけですよ。まあ、イヤホンはまあ収納してれば大体 100% なんですけど、あとはスマートウォッチだけを確認しとけば、まあ、基本的には大丈夫っていうのができるのはめちゃくちゃ便利ですね。私はね、基本的にメガネしてるんでファーウェイアイウェア使ってて結構便利だなって思うんですけど、まあ、ほぼ唯一と思える不満点がバッテリー残量の確認なんですよ。スマートフォンのところでね、インジケーターとか確認できる場合もあるんですが、結構ね、残りどれぐらいなんだろうわかんなくなるってことは結構多いんですよね。いつの間にか電池切れしてるっていう場合も結構あるんですよ、ね、イヤホンの方でもそうなんですが、バッテリー残量が少なくなるとドゥドゥンって音は鳴ったりするんですが、それぐらいしかなくて、あれ、あと残りどれぐらいで少なくなってきたのかな、どうなのかなっていうところも結構なんかちょっとわかんないっていうのがあって、でしかも結構メガネってずっとつけ続けなきゃいけないから、で出先で、あ、バッテリー残量少なくなったから充電しようっていうのがしにくいんですよね。でそういう意味では収納するだけで充電されるし、バッテリー残量もね確認ができるっていうのは、このファーウェイウォッチバズめちゃくちゃ便利だなっていうふうに思います。充電管理、充電バッテリー管理っていう意味ではめちゃくちゃ理にかなってるなっていうふうに思うんですよね。そして3つ目ですが、イヤホンの接続先を腕で確認できるし切り替えられるというところです。イヤホンの接続先がどこになってるのかっていうのが結構わかんなくて誤爆するってこと多くないですか。例えばマルチペアリングされてて、基本的にはスマホとパソコンにつながってるはずなんだけど、あれ、今回はパソコンつながってなくて、つながってると思って再生したら誤爆みたいな結構ありますよね。でそれが回避できるっていうところはね、結構大きいなっていうふうに思いますね。イヤホンを取り出して耳につけている状態で、このヘッドだったらね、このイヤホンのマークを押してもいいですし、あとはここのね、上から下にフリックした時のメニュー画面のここの、はい、イヤホンのマーク、ここをポチッとタップしてあげるとこういう風に出てきます。はい、ファーウェイダブルバッツ、バッツの方はファーウェイダブルバッツっていう名前でね、基本的に名前が出てきております。で、このイヤホンと誰が接続されているかっていうのを確認ができるという機能です。基本的に常時このファーウェイウォッチバッツですね、はい、この一番上のやつはこの、スマートウォッチです。スマートウォッチとは絶えず接続はされているという状態です。でそれでまあリアルタイムでバッテリー残量とか確認ができるということですね。それとプラスして、こういうふうにね、こういうふうにね、例えば、スマートフォンとパソコンみたいな感じで、複数のデバイスを、登録をしておくことができるということですね。ね、切り替えたい場合には、下のボタンをね、例えば下これタップしてあげれば簡単に切り替えられるんですよ。こういうふうにね。便利でしょ？めっちゃ便利でしょ？これ。そう。これタップしたらすぐ切り替えられるんです。はい。簡単に切り替えられるんですよ。めっちゃ便利っすよね、これね。はい。っていうところで、ね、今までだったらね、スマホやパソコンとかの、Bluetooth の画面に行ったりとか、あとは、ファーウェイヘルスケアアプリとかでね、こういう確認したりとかすることはできたわけですけど、まあ、こいつだったら AI ライフのアプリですが、確認して、で、それで切り替えとかになったわけですけど、スマホでやるのはいちいちめんどくさいわけですよ。っていう意味でも、こいつで、こう、設定ができるっていうのは、めちゃくちゃ便利。一応このイヤホン自体は一応出て2台同時接続ができるって形になりますが、基本的にそのうちの1台はスマートウォッチとの接続に当てられているような形になるので、実際に他の機器と接続する場合にはだから1台ずつという形になります。はい、なのでまあそこだけちょっと注意していただければと思いますが、まあある種だから1台の接続になるので、ここで見て切り替えるっていう癖がつくので、まあそれはそれでいいのかな。まあできればね、マルチペアリングも対応してね、3台ペアリングみたいな感じでね、対応してくれればいいのかなって感じもするんですけど、うん、まあまあそれはそれでっていう感じかなというふうに思います。続いて4つ目です。電話がかかってきてもイヤホンを装着してすぐ通話ができるというところです。電話をかけてみたいと思います。
はい、こんな感じで呼び出されるんですが、応答のボタンがないんですよ。応答のボタンないんですけど、ここにね、イヤホンを装着して応答っていう風にスクロールされてますよね。はい。なので、パカッとこう開きます。開いて、耳つけます。耳つけると、自動的に応答されるんですよ。はい。なので、今私の声と隣にいるスマホが、こう応答されてるって形になってるんですけど、はい、こんな感じで応答ができると。あ、こうですよね。なんかちょっとここ今バッテンついたらどうなったかと思ったんですけど、はい、ちゃんとこいつがペアリングされていて、こいつで、応答ができるという形になっています。イヤホンが、装着状態でね、かかってきた場合にはこんな感じで、はい、真ん中にイヤホンの応答ボタンがついているので、これをポチッと押してあげれば応答ができるという形になります。はい、というわけでございますね。もしですね、イヤホンがパソコンに接続されている状態で、このスマートウォッチと紐付けられているスマホに電話がかかってきた場合はどうなるかというと、やってみましょうか。はい、今こんな感じになっています。ね、上は、スマホの方に通知が来ました、着信が来ましたよっていう風なね、スマホデバイスがついています。で、下もね、イヤホンのボタンがついています。まあ今ね、パソコンと接続されているイヤホンをこう、聞いているっていう形にしているので、この緑のボタンを押して応答するんですが、応答するときには、ポチッと押してあげるとですね、はい、こういう風に接続中っていうのができます。はい、接続が切り替わってから今応答がっていう形になります。なので 2,3 秒ぐらいは、こういう形でちょっと切り替えの時間がかかると。まあ急いでもし電話に出たい方はもうスマホから取った方がいいかもしれないですけど、パソコンからスマホに切り替えて通話これで出るっていう場合に関しては、パソコン側の音声がそのまんま切り替わって止まらずに、爆音で流れるって可能性がありますので、そこだけご注意ください。それはパソコン側の問題だと思うんですけど、はい。その場合もなくはないということでね、ご注意いただければな、というふうに思います。続きまして、5つ目です。主に Android でっていう形になりますが、LINE の音声通話の着信通知にもついに対応しました。今までファーウェイのスマートウォッチって、LINE の音声通話の場合は、着信通知されずに不在だけ通知されるっていう、ちょっと辛い仕様だったんですけど、これがですね、今年の春夏ぐらいからですね、これちゃんと着信通知対応するようになりました。はい、というわけで実際にかけてみたいと思います。LINE でね、かけてみたいと思いますが。はい、こんな感じです。一応3コールの途中ぐらいまでブーブーブーってなって、それからこう普通の画面に戻ってしまうんですよ。で、通知自体は別に入ってないので、ね、後から確認することはできないんですけどね。はい、で、今切ります。はい、そうするとこういう風に不在着信っていうのが通知で残るという形になります。ブーブーブーってなってから、すぐにグッてこう腕で確認をすれば、まあわかるかなという感じですね。で、イヤホン接続していれば、これで撮ったらですね、普通に通話ができる。このイヤホンで通話はもちろんできます。はい。それは他のイヤホンと同じ挙動になります。今までは不在着信でしか通知が来なかったので、ちゃんと着信でね、ブーブーブーって、まあ数秒だですけど、ちゃんと出てくれるっていうのは嬉しいなっていうふうに思います。できればもうちょっと長くね、こう、鳴動してる間ずっと長くしてほしいとかね、あとこいつで、ね、これでね、こいつで撮りたいなっていうところもあるんですよね。なんですけれども、ね、こいつこれがあるから、まあ日本でもね、ちゃんと常用ができる、普通にメイン使いができるようになるんじゃないかなというふうにも思いますので、はい、ぜひね、LINE がネックだったって方は、ちょっと朗報になるんじゃないかなというふうに思います。これ自体は、ファーウェイウォッチバズ以外のスマートウォッチ、ファーウェイウォッチでも、多分アップデートをしていれば対応するんじゃないかなと思います。他の私の手元にあるファーウェイウォッチでも対応してたので、はい、念願だなっていう感じではありますね。はい、そして、このイヤホンの音質です。はい、実際にイヤホンなのでちょっとお聞かせすることはできないんですけれども、イヤホンの音質としてはこの小さいサイズ、結構ちっちゃいんですよね、やっぱりね。
ちっちゃいサイズにしては非常に奮闘している印象があります。ファーウェイ、アイウェアの方は、まあ、これ構造的な問題もあるんですけれども、これで音楽を聴くと、低音はあまり聞こえない、ほぼ聞こえないと言っていいぐらい聞こえないんですけど、ファーウェイ、ウォッチバズのこのイヤホンに関しては、ちゃんと低音もね、そこそこ響いているなっていう感じがあります。ただ、まあ、やっぱり少し高音が強くて、シャリシャリ気味な印象はあるなっていう気はしますね。なので、まあ、やっぱりね、もっといいイヤホンはあるので、音質にこだわりたい方は、いいイヤホンをつけた方がいいかなとは思うんですけど、例えば適材適所でね、音質にこだわりたい場面では、いいイヤホンをつける。なんだけど、まあ、電車の中とかね、まあ、適度でいいやっていう方は、こいつを使うとかね。うん、だからこれ、シーンによって使い分けるっていうのがいいのかなというふうに思います。私もね、やっぱイヤホンとヘッドホン使い分けたりとかね、そういうこともしてるので、はい、そういうふうにね、シーンによって使い分けるのもいいのかなというふうに思いますね。はい、そしてですね、このイヤホンなんですけど、こういう風にですね、例えばね、ノイズコントロールということで、ノイズキャンセリングや外部音取り込みっていう機能もね、はい、一応あります。これ切り替えたんですけど、そんなに差がないですね。個人的にはこの差がないので、だけど電池持ちに一応オフとノイズキャンセリングで1時間ぐらいの差が出てきてしまうので、それだったらオフの状態で使った方がいいかもなとも思います。はい。そこまでかなっていう気がします。イコライザーですね。イコライザーに関しても、デフォルト低音強調、高音強調、音声っていう4つのモードが一応あるんですが、そこまでかなっていう感じでもあります。一応低音強調で今使ったりするんですけど、そこまでですね。ただ、ある程度のいいから聞きたいっていう方、なんだろう、ラジオ聞くとかでもそうですしね。そういう形で使うんであれば、こいつなかなかいいんじゃないか。トーク、ね、ポッドキャスト聞くとかね、トーク重視だったりとか、そういう場合とかにもね、なかなかいいんじゃないかなというふうに思いますので。その他の設定というところで、左右の自動切り替え。これ、傾けると自動チャンネル修正してくれるっていうのもあったりもしますし、イヤホンリセットっていうこともできたりもします。7つ目ですが、これはね、ファーウェイウォッチ全般に言えるんですが、市販のワイヤレス充電器を使うことができます。ワイヤレス充電自体は、この純正のワイヤレス充電器を使うことができます。これが不要時に付属されていますので、これを使って充電ができます。はい。実際にこいつ乗っけてあげると、こんな感じで、はい。こんな感じでちゃんと充電っていうステータスになっていますよね。で、この画面のところでちゃんとイヤホンと、スマートウォッチとそれぞれの、バッテリー残量を表示ができるので、これはまた便利だなというふうに思いますね。ただ、この充電器を持ってき忘れるっていうことも結構あるじゃないですか。例えばね、旅行先とかでも、あーやべ、忘れちゃったって時あると思うんですけど、そういう時にはですね、スマホのリバース充電もちゃんと使えるんですよ。例えばギャラクシーだとね、バッテリーのところからワイヤレスバッテリー共有っていうのがですね、はい、これをオンにしてあげます。まあ一応毎回オンにしないといけないんですけど、これをオンにした状態で裏返します。裏返し、結構ボロボロってますね。で、このね、リバース充電ができるっていうのが、そんなに多くないんですよ。基本的には Apple Watch も Pixel Watch とかも基本的にはそれぞれ純正の充電器じゃないとダメみたいなことを言ってるのメーカーが非常に多いので、ファーウェイウォッチぐらいですよね。ちゃんとっていうのね、地位対応のワイヤレス充電器で充電ができるのはファーウェイウォッチぐらいなんじゃないかなというふうに思います。はい、これかなり便利なので、特に旅行が多い方とかね、まあファーウェイウォッチ自体がそこまでバッテリー持ちがそんな悪くないので、てか普通にいいので。普通にいいので、まあ、そこまで困らないかなとは思うんですけれどもね。はい。ぜひ、使ってみていただければなというふうに思います。はい。そしてですね、気になるのはやっぱ電池持ちなのかなと思います。ファーウェイウォッチ自体は基本的に電池持ちめっちゃいいって言われてますが、ファーウェイウォッチバズ自体はですね、交渉では、公式には約3日って書いてあるんですよ。じゃあ、どれくらい電池持つのかって気になる方も多いんじゃないかなと思います。というわけで、ちょっと測定してみました。はい、ファーウェイウォッチバズの電池持ちです。今回はですね、常時表示はオフにして、手首検出をオンにしてます。手首検出オンっていうのがね、一番電池持ちに与える影響が大きいので、手首検出オンにしています。
はい、常時表示オンの方が若干電池持ちいいかもしれないなと思います。ちょ、今回は常時表示では調べてないんですけどね。はい、それで調べるとこんな感じになります。ファーウェイウォッチバズ、まあちょっとイヤホンでどれぐらい効くかによって変わるので難しいところであるんですが、今回使った状況だと約7日ぐらい持ちました。で、一回ガクッと落ちてるところがあるんですよね。はい、5日目ぐらいのところでガクッと落ちてるところがあるんですが、ですね。はい。ここでですね、そこでイヤホンを使ってイヤホンの充電をしているというところになります。イヤホンの1回分を 100% から 0% までフルで聞くとですね、だいたいノイズキャンセリングオンの状態では3時間程度。で、ノイズキャンセリングオフの場合で3時間40分程度聞けました。はい。どちらかというと、3時間を超えるとですね、もう耳が疲れてしまって、撮りたくなるぐらいですね。はい。なので、まあ、1回につき1、2時間ぐらいしか聞かないよっていう方であれば、十分です。1時間ぐらいだったら全然問題ないですね。ノイズキャンセリングオンの状態でも、1時間聞いてイヤホンのバッテリー残量 75% ですね。1時間半で 60%。で、2時間で 38%。で、2時間半で 20% で、3時間ぐらいでゼロになるという形になっていたので、印象、ちっちゃい割には結構イヤホン持つかなっていう印象はあります。はい、で、このイヤホンの充電でですね、だいたい3時間、3、4時間の視聴で、まあ、1回分フルでほぼ使い切って、で、それの充電をすると、まあ、だいたい 20% ぐらい消費される。20% の消費ってだいたい 1.8 日分ぐらいですね。1.8 日分ぐらいのバッテリー残量をイヤホンで消費するという形になる。なので、全くイヤホンを使わない状態で、ファーウェイウォッチバズを使い続ける場合には、まあ、だいたい9日程度。うん、だいたい9日程度は使えるんじゃないかなというふうに思います。で、もし、イヤホンめっちゃ使いますと。毎日バッテリー残量切れるぐらいまで毎日使いますよ。だから1日につき3、4時間ぐらい聞きますよっていう方はですね、こんな感じで、想定としてこんな感じで、まあ、イヤホン使ってもだいたい、まあ、3日から4日ぐらいは使えますよっていう感じですかね。うん、っていうところで、結構使っても3、4日ぐらいは使える。使わなくても9日ぐらい使えるって、この幅の範囲で結構使えるんじゃないかなというふうに思います。実際には、このアクティビティとかね、うん、そういう他の要素もあったりするので、もうちょっと差は出るかもしれないんですけれども、結構使える印象はあるかなと思います。で、Galaxy Watch 5 Pro でも、これ、Wear OS、Android のね、Wear OS の、スマートウォッチで、バッテリー持ちが最長になっている、Galaxy Watch 5 Pro で、これでも 3.4 日ぐらいだったりするので、イヤホン使ってもこれぐらい使えるっていうとこ考えると、結構大きい、かなっていう感じがしますね。はい。というところで。まあ、アプリとかの拡張の面では、Wear OS のね、Galaxy Watch 5 Pro とかの方が、機能的には優れてる場合、ところもあったりするんですが、イヤホンだったり、こういうオーディオとかっていう周りで使うっていう意味では、ファーウェイウォッチバズはかなり、うん、バッテリー持ちいいんじゃないかなというふうに思います。はい。というわけで、今回は、ファーウェイウォッチバズ、こちらをご紹介しました。まあ、本当はね、クラファンで買って、こう、ね、レビューとかね、クラファン前にレビューとかね、できればよかったなっていう感じでもあるんですが、実際使ってきて感じたのは、めちゃくちゃいいです。ほんと、ファーウェイウォッチバズは、多分、ファーウェイウォッチの中でも個人的には一番印象がいいですね。うん、機能的にもめちゃくちゃ優れてますし、特に私みたいな、ま、アウトドアめっちゃやるっていう人よりは、まあ、インドア派なんだけど、電車通勤もするし、機能的にもオーディオ的にもいいものを求めているっていう方に関して見ればですね、かなりいいんじゃないかなと思います。で、特にファーウェイアイウェアを使われている方とかは、併用するとですね、そう、こいつのちょっと、バッテリー管理のストレスっていうのも若干個人的にあったりするので、両方使うとめちゃくちゃいいなっていう感じがしますし、たまに私これをね、ファイアウェアを充電するっていう場合もあるわけですよ。充電して他のメガネをかけてる時にも、こいつで保管できるので、なかなかいいですね。すごいよく考えられてるなっていう感じがして、もう今年のベストバイ候補ですよ、本当に。めっちゃいいなって思います。だからね、一応今回、一回借りたんですが、買いましたからね。っていうぐらいでございます。
ぜひですね、ファーウェイウォッチバズ、デザイン的にも優れてたりもしますので、使っていただければなというふうに思います。長期間使って、バッテリーのへたりがどうなるかっていうところ、特にイヤホンの、大きさがちっちゃいので、バッテリーへたり大丈夫かなとか、そういうところは若干気になったりするところもあるんですが、まあ、長期間使ってのレビューとかもね、またしていければなというふうに思いますね。血圧も測れるファーウェイウォッチ D とか、あとはフラッグシップのファーウェイウォッチアルティメイトに関しても、一応ファーウェイ様より、ファーウェイジャパン様よりお借りしておりますので、はい、こちらもですね、また、後日レビュー公開したいなというふうに思っておりますので、ぜひ楽しみにしておいていただければというふうに思います。その他のスマートウォッチのレビューとかもしておりますし、スマホやパソコンなどのレビューとかもいろいろしておりますので、ぜひチャンネル登録、高評価していただきまして、次回の動画でもお会いできればというふうに思います。というわけでマッツーでございました。また次回お会いしましょう。さようなら。バイバイ。ありがとうございました。